どうもオーシャンのしげです。九州もですねいよいよこうぐぐぐっと春めいてまいりまして、冬の間ね、カヤックフィッシングできなかった皆さんとか、今年からね、フィッシングカヤック始めようかなと思われてる皆さんはですね、どうでしょう、体がねムズムズし始めてきたんではないでしょうか。ということでですね、今回はカヤックアングラーさんやフィッシングカヤックにねご興味のある方へ知っておくとですねちょっとだけ得するねフィッシングカヤックの偽装のねお話をしようかなと思います。でですね、そもそもこのカヤックに対する偽装なんですけれども、これね僕の経験則からするとですねシーカヤックにはねあまりやらないんですね。どちらかというとねこのフィッシングカヤック特有のものなのかなと思ったりもするんですけど、まあその多くはですねまあいっぺんやってみてでちょっと失敗してでまたやり直すっていうね、トライアンドエラーですね。これがねやっぱりそのカヤック偽装のね楽しみの一つなんちゃうかなとね、思ったりもするんですけれども、中にはですね、まあ、これはちょっとやめた方がええなとかね、やってもねうまくいきませんよっていう偽装、これがね、まあ、若干ですけれどもあります。でそれはねどういうものかというとこのトライアンドエラーのねエラーですね、このエラーしたことでですね事故に直結する可能性が高くなるという偽装ですね。でそういうね、初めからね、まあ、うまくいけへんとかね、カヤックのパフォーマンスが落ちますよっていう偽装は、まあ、なるべくならですね初めからやらん方がいいに越したことはないと思うので、まあ、そういうね、カヤックのまあ、誤った偽装とまでは言いたくはないんですけれども、まあ、おすすめできない偽装、これをね2つほど今回はね紹介しようかなと思います。ガンネルというのはですね、このねデッキの両脇にあるこの縁のこのね縁のことなんですけれども、このねガンネルの前面ですね、まあ、シートから、自分のねフットブレースのつま先の位置ですね、この間ですね、ここの区間に過度なね偽装を施すとですねカヤックをねきちんと、焦げなくねなってカヤック自体のパフォーマンスがね落ちます。でね、なぜそういう風になるかという前にですねちょっとねこのガンネルについて、お話ししようかなと思うんですけれども、はい、今はですねもう多くのね、フィッシングカヤックが現行ね発売されてるんですけれども、このね、フィッシングカヤック特に、パドルカヤックですね、パドルで漕ぐタイプのフィッシングカヤックには、あるね、特徴が共通してあります。でそれは何かというとここのですねガンネルの外側これがね全て内径してるっていうことなんですね。でこれはねなぜ、このガンネルが内径してるかというとこれはねパドルが通るコースを邪魔しないように内径してるんです。で逆に言うとですねこの内径してるこのギリギリをですねパドルっていうのは毎回、トレースさせていくっていうことになるんですね。なので例えばこういった場所にですね、過度な偽装をするとですね、まあ、通常のですねフォワードストローク綺麗なフォワードストロークっていうのができないものですから、まあ、例えばその歪曲したね、フォワードストロークになってしまったり、まあ、従来のピッチが出せずにですね、小幅なショートストロークで漕がないといけないということに
になります、その一つがねこういったねロットホルダーになると思うんですけれども、まあねロットホルダーって言ったらですね、例えばこう前面に置けば、ロットのね一時置き場なんかにね大変、重宝する、偽装の一つなんですけれども、例えばまあこんなところにつけるとですね、まあ普通はですよ、まあパドルでねここまでパドルが届くところがここにつけるともうパドルがねここまでしか来なくなるんですよね。で逆にですねしっかりこごうと思って、パドルをですね、前の方に持っていくと、例えばそのロッドを痛めるとか、あと素手でパドルしてたら、ここに手が干渉してね怪我する、みたいなこともあると思います。はい、それでですねこういうね、フィッシングガヤクのポリテなんかに、多くね、まあ、ついてあるこのサイドレールありますけれども、このサイドレールには、まあ、何偽装してもいいんじゃないですかと言われるお客さんもね、中にはおられるんですね。でもですね、基本的にですねこのフィッシングガヤクはですね大体、世界的に見ると8割以上はですねエリアフィッシングで使われているということなんですね。で例えば、まあ、なんて言いますか池とか沼ですね、あと、まあ、例えばフロリダとかによくあるサスですよね、あと、まあ、そんなに広くはないベイエリアみたいな、ほとんどが四方に囲まれている走破性をそんなに気にする必要がないような場所ではですね、こういったところへの偽装、これもね許容範囲なのかなと思う部分もあるんですけれども、オープンウォーターですよね、外海で外海で使うカヤックにはですねある条件があります。それはねどういう条件かというと、何らかのねトラブルが海上で発生した場合にはいつでもですねこの全力で戻ってこれる仕様にしておくっていう必要があるんですね。まあそういう時にですね、まあ、こういったところにサイドレールに偽装品がたくさんついているだとか、まあ、こんなところにロッドホルダーをつけるとかするとですねやっぱりカヤックって全力で漕げなくなるんですね。そうすることで、例えば風に押し負けるとか、あと波に押し負けるとかね、そういうことが出てきて、まあ、最終的には帰還不能という、まあ、そういう、ね流れになるんじゃないかなと思います。でですねこのロッドホルダーの偽装の、ね、正しい位置に関して言うと、このね前面であればですねカヤックの前面中央ですね、こういったところに、ロッドホルダーをつけるとか、自分のシートより後方ですね、自分のシートより後方にこういったところにつけるとかね、こういうのが正しい偽装になります。そして例えばここにつけたいなとここにつけたいなっていうことであればですねこういった埋め込み式のロッドホルダーをここに埋め込んでいただくというこういう方法ですね。そうするとフォワードの邪魔にならないので、腸翼としては十分機能するということになります。はい、そしてですねこういうトランスデューサーのアームですよね。でこういうアームに関して言ってもやっぱねこういうところにつけると邪魔になるんですね。なので自分のつま先よりもですねさらに先に取り付けるようにした方がいいです。だからこういったところですよね、こういったところにアームだったらつけるっていうことで、もしくは、この自分よりですね後方、見えてんのかなこれ、こっちでいいか、自分よりですねこの後方に、つけるっていうのがこのトランスデューサーアームの おすすめのね取り付けの方法になるかと思います。はい、ということでですねこのカヤックの偽装に関して言うとですね、もう初めから偽装ありきということではなくですね、まず最初に何をするかというと、この無垢の状態ですね、何もついてない状態でしっかりと漕いでもらう、ね、でしっかりと漕いでもらって、
で自分のパドルのね、このストローク上をしっかり確認した上で、そのストロークの軌道上には物を置かないというね、心がけ、これがね、大事になってくるんじゃないかなと思います。はい、このねフラッグの偽装ですね、これはやっぱりね、このフィッシングカヤック乗りの人には特にね、やってもらいたいなと思う偽装の一つなんですけれども、それでもね、これはね、あんま良くないよというやり方がね、いくつかあります。でね、それはね、何かというと、このフラッグですよね、見えへんな、これこのフラッグなんですけど、このね、このフラッグをね、大きすぎるものを つけるっていうことですね。例えば、かなり前の話なんですけれども、うちの地元でね、ラーメン屋さんののぼりを、つけてね、カヤックフィッシングされてる方がおられました。でその方はですね、案の定風でチンして、でリエントリーができずにですね、結局泳いで戻ってきたという、そういうことがね、昔あったんですけれども、例えば大きすぎるフラッグ、あと長すぎるポール、硬すぎるポールみたいなね、何でもね、やりすぎると良くないんですね。でうちの場合はですね、このフラッグっていうのは、カヤックにね、直付けを一応ね、やらせていただいてるんですけれども、アングラーさんによってはですね、このクーラーに、フラッグをね、取り付けられている方も、結構ね、おられると思います。でね、それのね、どっちがね、いいのかっていうのは、ケースバイケースなんで、一言では言えないんですけれども、このね、直付けする場合、あと、クーラーにつける場合っていうことで、このね、シャフトの相性っていうのもね、結構重要になってくるんですね。で直付けする場合、特にですね、この直付けする場合、例えば、アルミのね、ジョイントシャフトだったり、あと塩ビ管ですね、だったりで、たまにね、お見かけするのが、竿のね、根元の部分を使ってね、旗を立てられている方っていうのもいらっしゃいます。でそういうのをね、つけるとですね、シャフトが硬すぎるので、チンをした時ですね、このね、根元の偽装が破損する可能性が非常に高いです。で例えばモンベルさんのね、このジョイントフラッグなんかで言うと、ここのね、スカッパーホールに、ゴムで止めるとかですね、紐で、回して止めるとかね、そういう仕様になっているんですけれども、それはね、そういった理由からです。で例えばね、そういったね、硬い素材をフラッグに使用する場合はですね、クーラーにね、そういう硬い素材の場合は使用するっていうのが適切かなということになろうかと思います。はい、なんて言うんでしょうか、柳に雪折れなしというかね、何でもですね、長ければいいとかね、大きければいいとかね、硬ければいいとかね、そういうね、単純なものではないっていうのが、カヤック偽装のね、楽しいところでもあるんじゃないかなとちょっとね、思ったりもするんですけれども、偽装に関して言うとですね、正直言うと、ご自分のご本人の経験の中からですね、徐々に、これが良くないとかこれはいいとかね、そういうのはもうだんだんと解決していく、ことって多いんですけど、中にはですね、カヤックをね、始めたばっかりでですね、何もわからない状態で最初に偽装だけバチッとやってしまう人も中にはおられます。でそういう方はですね、そもそもそれがもうその人にとってはカヤックなので、もともとのそのきちんとしたね、フォワードストロークっていうのがもう身につかないし、あとせっかくね、ビルダーさんがですね、丹精込めて作ってくれたカヤックのね、パフォーマンスをね、引き出せないまま
使い続けるということに、ね、なってしまうんですね。なのでですね、まあ、そういうなる前にですね、しっかりとカヤックっていうのはどういうふうに漕ぐべきなのか、どういうふうに乗れば安全なのかというね、このフィッシングカヤックだけじゃないですね、その海上スポーツのその基本になる部分、そういうのをね、しっかりと押さえていただいた上でですね、このカヤックフィッシングライフを楽しんでいただけたらなと思います。はい、どうだったでしょうか。まあね、この偽装に関するお話っていうのはね、まだまだたくさんあるんですけれども、まあこれからですね、偽装やってみようかな、偽装やるぞっていうね、方、皆さんにですね、何かの参考になれば幸いだと思います。ということで、ありがとうございました。バイバイ。